はい、今回のパンのレビューはコロッケパン。ずしっとね、重みがある。で、今2つ食べましたんで、もうこれで今日の朝ごはんは私的には終わると思うんですけども、最後にこのずしりとしたねコロッケパンをいただけるのは幸いでございます。こうやった彩り、味付けもいいでしょ。飾り付けももう見るからに美味しそうですよね。で、もう何度も食べて何度もお話してるんですけども、パン生地がものすごく練り上げられてるんですよ。だからどんな種類のパンも美味しいんでしょうね、きっとね。じゃあコロッケパンいただきます。うん、一口目からねコロッケに食いつくことができます。うん、うん、コロッケの中のこれお芋だと思うんですけども、このお芋のセレクト選び方もとってもいいと思いますね。うん、なんでこの味付けができるんでしょうね。すごく不思議ですね。魔法の味付け、とっても美味しい。うん、もうこの前もお話ししましたけど、このパリボスさんのパンってどちらかというとね、ごちそうパンなんですよ。だから満腹になるために食べるっていうのももちろんあるんですけども、そういった単純なもんじゃなくて、とってもね幸せな気持ちになりたい時とか、元気になりたい時とか、あと大好きな人と一緒にね食卓を囲む時に、こういうパンがさっと出てくるとみんなで喜べるんじゃないかなと思います。このパン美味しいねって必ず言いますよ。うん、美味しいもん。それでは今日のパンレビューは連続3発以上で終わりです。コロッケパン、じっくりといただきます。うまい、美味しい。